イメラジオ第2750回、今日は令和3年4月10日土曜日です。時刻は午後4時半、横浜港北、土曜の午後ですね。まだ夕方ではない。4月ももう10日ですから、太陽キラキラ輝いていますよ。眩しいですね。沈む場所も2月の頃はセンター北の観覧車あたりに沈んでいたんですが、もう今は随分と西の方に太陽の沈む場所が移ってきましたね。日が長くなってきました。今日は夜の7時から東京の女子オンラインで英語習いに来ますね。それ以前の時間を使っての夢ラジオです。あ、今日は午後緑道を走りに行ってきました。もう新緑鮮やかですね。さて、2750回目、今回は江藤淳著成熟と喪失取り上げます。江藤淳の成熟と喪失。江藤淳というのは評論家あるいは批評家で、文芸批評で名を成した人です。あと東工大で先生もやってましたね。私も大学院の頃文芸批評を志し、その時目標にしていたのはこの成熟と喪失あたりでしたね。なんとなく懐かしく思い出しますよ。この夢ラジオでも作品というカテゴリーで小島信夫の法要家族取り上げております。で、この小島の法要家族、これが今回取り上げている成熟と喪失の中で、大きく論じられているからなんですよ。あともう一つ、この成熟と喪失っていう批評評論の中で安岡正太郎の改変の光景、これ海辺の光景って書いてありますけど改変なんですね。改変の光景、これですね。この小島の作品、あるいは安岡の作品、これらの題材から男にとってですね、母親とどういう関係を結ぶかというのが最初テーマになるんですよ。男の子ですよね。もう男の子にとって母親とどういう関係を結ぶか、今でもよくある話ですけど、母親べったりの男子っているんですよ。大抵頭悪いんですけど、でそのね、母親がキャーキャー言ってくるみたいな、言ってもあんまり意味ないんですけど、もうそういうのは言ってもわからない親子なんですよね。でこの母と息子がべったんこみたいな、見てて気色の悪いそういう親子で、その男子にもですね、やがて喪失する母を、そういう時が来るわけですよ。で安岡の改変の光景の場合、その母が高知県にいてね、でもう危ないということを聞いて、主人公の慎太郎がその病院に行くっていう、そのあたりから始まって、で非常に牧歌的な海の光景、海の近くにあるんですよ病院が。
非常に童話風のね、穏やかで、なんかこうね、それこそ牧歌風のそういう海の光景が、母を喪失したことによって、それまで見慣れていたものとは全く違う荒れ果てたものになった。これがあの作品の最後の場面ですよ。で、小島の作品の場合ね、抱擁家族で主人公の、俊介、この人はもういい年した子供も2人いて、どっちも大きくなってるような、中年の夫婦なんですけど、その妻にですね、母親を重ね合わせてる。要するにまだ母親慕ってるわけですよ。で、さっきの「改変の光景」という作品では、主人公の慎太郎っていうのは、その荒れ果てた光景を見ることによって喪失をし、そして成熟するものの世界でね、ものが支配する世界で。だから江藤が言うのは、このなくした時、喪失した時に、物のレベルに一旦還元されてしまうと、その息子も含めて。けれど、その物のレベルに一旦自分が還元されることによってですね、次男としてというんでしょうか、成熟していく、つまり母離れができるってやつですよね。そういう一歩が踏み出せると。で、この抱擁家族の場合には、主人公の俊介は、なんか結婚はしてていい年になってて、子供もでっかくなってんのに、まだ母親を妻に重ね合わせ。そしてその妻がですね、アメリカのなんか在日米軍の兵士ですよね、ジョージっていう、それと不倫をする、そういう話になっていくんですよ。で、そのことによって俊介は、妻に重ね合わせていた母を喪失すると。しかもそこにアメリカの影ですよね。ね、この時のその不倫の相手は、妻の不倫の相手は米兵だと。このような感じで、息子と母親の、共犯関係という言い方を江藤さんしてますよね、この評論では。それが崩れる時に喪失するけど、それによって、本当の意味で自立できる男がね、江藤さんが、男性だからっていうのもあるかもしれませんが、これ徹底的に男視点で書いてある評論なので、その母から見た子離れの意味はっていうのは出てはこない。そうではなくて、男子がね、母とこう、ママ僕みたいな世界にずっといて、大人になってもまだやってると。改変の光景にせよ、抱擁家族にせよね、大人になってまだ僕をやってると。で、それがいい加減にしろみたいな感じで、こうバーンと突き崩される時、その喪失とともに大人になる。しかも小島信夫の抱擁家族の場合には、どこにその喪失をもたらすエージェントとしてね、喪失をもたらす因子として米兵が出てくるということから、そこに異質なアメリカ、しかも戦後のアメリカですよね、戦後のアメリカがそこに入ってきてる、この指摘ですから、ここから後のね、限りなく透明に近いブルーの、これめっちゃ流行ったんですけどね、もう今誰も取り上げなくなったけど、村上龍っていうお方のデビュー作ですよね。とか、あと
まあ、山田恵美っていうこの人も流行ったんですけど、女の人で、こういうお方々の作品が後に続くことになります。まあ母親と息子がひしっとなんかくっついてるような、そういう親子ってもう見てると気色悪いし、でしかもそういうね、者たちが、まあ、ギャーギャー、なんていうか、こう、周囲に迷惑かけながら、なんか、まあ、人生歩いてらっしゃるわけですよね。まあ、それ見るにつけ、ああ、と。けれど、まあ、そんな、多分、彼らにも、この作品で見られるように、当時ですでに、まあまあ、僕みたいな、なんか、ひしっと、こう、ね、なんかくっついてるような、そういう関係はあったわけで、それが無理やり作品の中でこう崩壊して喪失して、だけど成熟するっていうのが、まあ、描かれているわけですから、まあ今のなんかこう、なんだろう、この親子と思うようなものも、まあそれぐらい相対化して、今からまあ60年とか、それぐらい前でも、まあ、こんな世界は広がっていたんだから、まあ、あんまり変わってないんかなと。で、この今は変に見える親子でも、まあ、ゆくゆくは喪失感とともに、特に男の子供の方がね、成熟していくんかなと、そう思うようにもしています。江藤淳というのは、なんか星野批評家といって、閉ざされた言語空間という GHQ による検閲というので、まあ有名なんですけど、まあそういう保守とかなんとかっていう、その立場は全然置いといてですね、作品に向き合って、でそこからそのイデオロギーを、こう、あるいはイデオロギーであってもいいし、構造であってもいいし、あるいはその倫理観っていうんですか、エイトスっていうんでしょうか、なんかそういうものをこうぐっと抜き出す力においては、やっぱり戦後の文芸批評の中ではやっぱ抜きんでた存在ではあった、取り上げました。夢ラジオ第2750回、江藤淳著、成熟と喪失、土曜日の午後です。